ろしくお願いします。どうもレゴラジです。本日はこちら、またまたなんですがブックオフで中古レゴを3つほど買ってきました。今日はねジャンクじゃなくて、箱のセットを買ってきました。いいと思うんですよね。それでは早速見ていきましょうか。とその前に、チャンネル登録まだという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。今回はね八王子方面だったかな、これ買ったの。結構いい感じで回れましたね。他にもまたいっぱい買ってきたので後日紹介したいと思います。ということでまずはこちら、510円でゲットしてきました。こちらはレゴシティスペースバギー、製品番号は3365ですね。これもねかなり古いレゴですね。11年前、2011年発売で、ピース数は37、ミニフィグは1体ついています。スペースバギーということでね、宇宙服を運んでるのかな、この人が宇宙飛行士なのかな、違うな、運んでるんだな多分。宇宙基地の中を走ってるバギーだと思います。あ、でもこれセンサーとかアームとか車輪が6つなので、月面とかそういう星で活躍するバギーですね。これ510円でゲットできたのはかなり良かったと思います。それでは次行ってみましょう。次はですねレゴムービーです。レゴムービー2からルーシーとわがまま女王、製品番号は70824です。価格は2080円でゲットできました。こちらは2019年発売で115ピース、ミニフィグが3体ついたセットとなっております。現在まだそんなに高値で取引とかはされていないんですが、Amazon では未開封で4300円ですね。スイートメイヘムとスーザンのミニフィグ、ミニドール2体と、ルーシーのミニフィグが1体ついたセットです。このセットはね絶対後々値上がっていく商品ですね。ミニフィグが最高にいいセットです。あとバナナ男好きとしてはですね、このバナナがめっちゃ気になりますね。これは早く組み立てたい。そして最後はこちら、これやるのかなレゴラジは。テクニックは全然やらないんですが、ちょっと安いなと思ってついつい買ってしまいました。もちろん未使用。価格は1780円でした。こちらのセットは、レゴテクニック、製品番号42010、オフロードレーサーとなっています。ピース数は160で、発売されたのは2013年になります。これまた古いレゴですね。箱の右下に書いてある通り、フルバックと書いてありますね。チョロ Q のように引いて前に走らすことができるセットとなってます。タイヤもでかいですよね。このタイヤは人気がありそうな気がします。ということで今回この3セットを買ってきたんですが、全部で4370円、4370円でこの3つが買えたっていうのは、かなり良かったんじゃないでしょうか。どれもね廃盤になっちゃってる商品なので、今から未開封品をゲットしようとすると、結構高額になってしまうかもしれないんですが、中古屋でもね構わないとかね、フリマサイトでも構わないという方はね、今でも安くゲットできるチャンスはあるんだなということが改めて分かっていただけたかと思います。ただね最近はねほんと中古屋もねサイトもね高いんでね、みんな、張り付いてたりね豆に見に行ったりしないと買えないことが多いです。なのでまあ運もあるんですが、頑張らないと買えないというのも、現状ではあるのかもしれません。ということで今回はブックオフでゲットしてきた、安く買えた中古レゴのセットの紹介でした。今後またこれね開封してレビュー動画も出していきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。最後に動画への高評価コメントもお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。